なぜかファイナルファンタジー2の曲が流れてます。ナウローティングって書いてますね。はい、SNK のね、画廊伝説のこれ音楽ですよね、このセレクトの曲はね、さっきの。うん、この曲はワールドヒーローズやし。何のキャラやったっけな。あ、これあれや、バトルマスターのキャラや。バトルマスター究極の戦士たちっていうゲームがあって、それのキャラですね。この女性、難しい。前もやりましたけど、どっちもポニーテールですね。強すぎる。ああ、もうゲームオーバーですね。うん、ライバルですね。SNK とカプコンのライバルです。勝ちました。チュンリーの気功拳の打ち方があれですよね。お尻を突き上げて出す気功拳じゃないですね。うわ、強っ。ああ、負けた。気功拳強いね。勝った。はい、あ、これさっきのあれですね、バトルマスターのキャラですね。音楽があれになってるやん、ギースハワードの面になってるやん。ギースに醤油になってるやん、音楽が。バトルマスターっていうね、スーパーファミコンのゲームであるんですけど、それの女性キャラです、これ。はい、おお、うわ、強い。
宝剣強いですね。はい、勝った。うん、このレフェリーの声は完全に画廊伝説2ですし、百列券、百列客でなかなか出ないな。はい、今のはもうガードしててもやられますからね。面白いですね。あーこれね、これ何やったっけ、これ音楽はしかもワールドヒーローズの曲やん。これね、あれですよ、デッドダンスの女性キャラですね。スーパーミコンのね、デッドダンスってゲームの女性キャラです。めっちゃマニアックやな。うわ、なんか体当たり系やな、突っ込んでくる系やな。あー負けた。やったねって声はあれですよ、あのワールドヒーローズ2の涼子の声ですよ。デッドダンスのキャラ喋らなかった気がするからな。ワーヒー2の涼子の声使ったんでしょうね。突っ込んでくるならこれや、百列剣。あ、でもやられるな。あ、負けた。チャンヌ使ってみましょう。これワールドヒーローズのキャラですね。あ、充電か。電池がもうなくなってきたらしいですね。もうタブレットの電池がないらしいんで、今日ね結構実況プレイやったからな。そうか、ジャンのため系やからな、わざと出すの難しいんですよ。でも、勝った。意外と勝ってた。フラッシュソードが全然出なかったな。出ないねんな。下上のためが全然出ないんですよね。横ためのが出やすい。
出ないな。出ないな。分かった。全然出ないな。出ないな。オーラバードしか出ない。あ、負けた。このゲームはい、ちょっと半端ですけどね。はい、ちょっと電池がなくなってきたんで。